ウェイト版タロットの魔術師マルセイユ版タロットの魔術師魔術師はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。日本語では奇術師や手品師、英語ではザ・メーガスやザ・ジャグラーとも呼ばれることがある。カード番号は1。次のカードは2。助教項で、ウェイト版など一部のタロットにおける前のカードはレ霊シャ。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説ではイシ、医師。 手腕、外交を意味するとされる。ヘブライ文字はベート、ただし、複数の遺説がある。また、黄金の夜明け団の説では、ケテルとビナーのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。マルセイユバンタロットなどの伝統的なものでは、描かれている姿は記述を行う、大道芸人であった。マルセイユァンの魔術師ではかなりうさ,さい人物が描かれている。 先端が金色の巻紙に異様な形の帽子をかぶって派手な衣装に身を包み、右手はコインをいじくり左手でステッキをくるくると回している。また、この男が立っている場所は原っぱであり、今にも壊れてしまいそうな三本足のテーブルの上に雑多な道具を引っ張り出してステージを開いている。テーブルの上にはナイフや数枚のコイン、賭博などもやるのだろうか。 サイコロとコップなどが並べられ、それらが入っていたと思われるカバンも置かれている。カバンからは布のようなものが飛び出し、中にまだ何か入っているらしいことを伝えている。このテーブルの上に並べられたイカが足げな道具類の一部と魔術師の掲げる杖は、それぞれ小あるかなのするとに相当する。このうちの杖を魔術師が左手に掲げていることは、象徴学的側面から彼に備わった。 力が勉学や修行によってもたらされたものではなく、無意識的に生まれつき備えられた力であると解釈される。対して右手でこねくり回すコインは常に人の世について回るお金を象徴し、この人物の意識的な部分が文字通り商売へと向いていると解釈される。またサイコロは六面に記された数字の和が十一であることは大アルカナに並ぶ。 各カードに付記される数字の最大数であると同時に、数字を持たない愚者を除いた枚数と一致する。これらの品々が並ぶテーブルは四角形であるものの、テーブルの足は三本と奇妙な描かれ方をしている。このテーブルが三本に足であることについては、諸説存在するが、代表的なものとして、三次元と四次元、三位一体と四位一体。 第四のものは常に隠されるといった神秘思想、卑怯原理、等といった事柄と関連づけて解釈が行われる。また、この魔術師の奇抜な衣装は見る者にうさんくさい、印象を与えるが、愚者のようにおよそ規則性の感じられないものではない。その衣装には一分の乱れも見られず、配色は左右非対称になる、要対照的に構成されている。すなわち、この人物は、こういった、 奇抜な衣装を身につけることによって意図的に自らの能力を覆い隠し、体臭を欺く計算高い人物であることを伺い知ることができる。現にこの人物は体を右に向けながらも左を振り返り反省することを忘れない。この魔術師は、その外見的特徴やトリックを行う、職業柄などから愚者などのトリックスターと比較、称号されることがあるが、 彼のトリックは失敗の許されない仕事であり、計算された上でのものであり、作品であり、芸術である。ゆえに彼は、様々な奇跡を起こし万能の神のごとく、立ち振る舞い観客を驚かせるが、あくまでステージの上に限定される。補足として、この人物の両足の間から伸びる一際目立つ一枚の葉っぱは、生命力の象徴であり、この後二十枚続くカードの始まりたる。 一そのものであり、断根である。黄金の夜明け団ではより神秘的に解釈され、絵柄もそれに準拠したものへと変更された。銅団のデザインによる黄金の夜明け団タロットでは、祭壇上に細具を剣能する術師が描かれており、力の術師という称号を与えられている。これは精神によって投御される、元素力の結合と均衡を表す。ウェイトのデザインによるウェイトタロットでは、 聖意を身にまとった若い魔術師が描かれている。頭上の和、三位一体を、腰帯は、自らの王を食する大ジャウロボロスを象徴しており、共に無限性、永光性を表す。魔術師が天井に掲げる聖杖と大地を示す指は、万能の神の力を地上に下ろすことを意味する。テーブルの上に置かれている剣、杖、バイ、ゴフは、小アルカナを構成するスートであり、 四大元素との接触、更新を象徴する。魔術師のカードがヘブライ文字のベートに対応するというのは黄金の夜明け団の説だが、エリファスレビの説では、アレフ、メレの説では、真に対応する。ヘブライ文字を介して、各カードと先生術が結びついているという誤った説があるが、正しくはカードを介して先生術とヘブライ文字が結びつけられたのである。 魔術師のカード、黄金の夜明け団の説は、レビやパピュスらの先行説を参考に手を加えたもので、ヘブライ文字それ、自体に神秘主義者が主張するような意味付けは、本来なかった。パピュスは、大アルカナとヘブライ文字との対応関係については、レビの説を踏襲し、大アルカナと七惑星、十二星座との対応関係については、エッティラの説を微修正した上で踏襲し、 その上で両者を組み合わせ、カードとヘブライ文字と先生術の三者の対応関係を一覧にしたので、あってカードがなければそもそもヘブライ文字と先生術との対応関係が生じようがない。また、形成の書に従ったという主張も事実ではなく、文学的レトリックとみなさざるを得ない。形成の書にはヘブライ文字と先生術は出てくるが、 曖昧もことした記述に過ぎず、まして個々のヘブライ文字と七惑星十二星座の具体的な対応について書かれてはいない。黄金の夜明け段も CC ザインも共に水星説だが、日本の唐島義尾は水星を主にした上で天皇星も加えた。他にサイコロ賭博の道元やペテンシ、または商人もしくは宿屋の主人などと解釈される場合がある。 マルセイユ・バンタロットを本来の姿に復元したとされるカモワン・バンタロットではサイコロが3つとなり1つのサイコロごとに3つの面を除かせ4.12の面を向かせたサイコロの輪は7でありこれが3つで21となると解説している1という点から2という線が生まれ3をもって面となり3から生まれうるものは第4のものとしての1である との根本理念の部分では、むねの説において共通するものがある。こちらについても、カモワン・バンタロットの解釈では、葉っぱの周りに、産毛が付け足され、見る者の側に、断根とも、ジョインとも見られるよう変更されている。ありがとうございます。